口にへばりついたものを引っ張り出してみると、なんとそれは妙な虫。これはタイノエと呼ばれるフナムシやダンゴムシなどの仲間。ちなみにこちらはメス。今お腹にいっぱいの卵を宿しています。卵があるということはオスもいるのではと嫌な予感がいました。やはり口の中にへばりついていたこちらがオス。メスに比べてやや小さい体つきをしています。このタイノエ、どうやってタイに住み着くのでしょうか。タイノエは海を浮遊しながらタイを探します。そして最初に入り込んだやつがこの時初めてメスになるのです。そう、タイノエはもともとオスメスが決まっていない虫なのです。この強力な足でタイの口の裏側にがっちりとしがみつき、タイの体液を吸って暮らします。そして2番目に入ってくるやつはもうすでに1匹がいることを確認すると、ここで初めてオスになり、2匹で口にしがみついたまま繁殖行動を始めるのです。なんとも奇妙なタイノエ、まさに激レアな生き物。